うして人間は。冬木少年は絶望していた。人類の未来にだろうか、それとも。ちょっと冬木、何サボってんのよ。私も付き合ってるのに。縄跳びのテストで二重跳びできるようにならないといけないんでしょ。そんなものいくら飛んだって宇宙へなんか行けやしないのに。夏美ちゃん、有意義な使用中とお見受けいたす。そういうことなら一緒にやった方が楽しいですよ。あ、忍者コンビの小雪ちゃん、どうだろう。アズマヤ小雪、忍者の里からドロロと一緒にやってきたくのいち中学1年生、夏美ちゃんが大好き。そうなの、何かコツとかあるかな。まずは基本からいきましょうか。じゃあ、私と同じ動きをしてくださいね。せーの、えっ、小、あやめの方。これが基本です。ドロ、できるか。すごい、私も上手くなってきた。あー、さすが夏美ちゃん。楽しいね、小雪ちゃん。楽しいね、理解できない。何の騒ぎだ。ニョロトビですか。僕らも混ぜて。ニョロトビ、ゲロン星ではそういうです。僕らのテクニック見せつけるチャンスです。ちょっと待て、俺も変えろ。せーの、うわちゃん、うわちゃん、ごめんです。待ちたまえ。我が輩を放ってみんなでニョロトビなんてずるいでやります。ボケガエル。ニョロトビの鬼と呼ばれたこの我が輩にとって20、30は当たり前、少なくとも50跳びはできない。何それ、そんなのできるわけないじゃない。貸したまえ、冬木殿。自分は空だって飛べる、そう信じるのがコツなのであります。はい、おお、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、すごい、どんどん記録更新です。うっそ。どうせそんなことだろうと思ったわよ。冬木殿、自分は空だって飛べるか。よし、やっ、やったー、飛べたよ。二重飛び飛べた。やった、あっぱれでござる。やればできるのよ。ズルしなくてもね。3286、3287、